はい、こんにちは、カブじいさんです。今回は前回の続き、3月の中旬、小春日和の日ですね。小次郎に乗って荒川の河川敷の野原にやってきました。これからお昼をまったりと食べるシーンです。今回の熱源は30年間愛用のエスビットのポケットストーリーに100均の固形燃料です。メニューは料理センスゼロ、めんどくさがり屋のカブじいさんにぴったりの湯煎おでんとおにぎりです。簡単です。カブじいさんが使ってるクーラーは100均のこのクーラーバッグを二重にして保冷力をアップして使ってます。デイキャンプでしたら十分な保冷力があります。ライターも100均で売ってるターボライターを使ってます。カトラリーは30年以上愛用してるキャプテンスタックのナイフ、スプーン、フォーク、栓抜き、缶切りの5足セットです。未だに現役としてバリバリに使えてます。クッカーも30年以上愛用している森田のアルミ角クッカーです。とても使いやすいですね。このウィンドスクリーンだけは最先端の UL ギアで4年ほど前に買ったトークスのチタニウムウィンドスクリーンです。とても軽くて小さくて最高です。はい、間を端折りましたが、約20分間おでんの湯煎が終了しました。湯煎したお湯は毎度の通りモンベルのサーモスに戻して温存します。今回の湯煎おでんをちょっと紹介しますと、2020年、日経の調査では売上ナンバーワンだった一政さんというところの卵入りおでんというセットです。中身は厚切り大根、厚切りこんにゃく、北海道産昆布、卵、さつま揚げ、薬ちくわといったところですね。とても美味しいですよ。カブじいさんが湯煎飯にこだわるには理由があります。こういう野原では水を流す場所もお水を捨てる場所もありませんので、食べた後にクッカーを洗う必要がない、この湯煎という食べ方はとても理にかなってるんです。というのは格好をつけた表向きの理由で、実はカブじいさんは料理のセンスがゼロなんです。しかもめんどくさがり屋で、キャンプ地で食材をいろいろ刻んだり煮たりあれしたりこれしたり、そういうプロセスが苦手で、簡単お手軽に済ませたい、そういうことで湯煎に落ち着いてます。とかなんとか言ってでもですね、まあ YouTube には料理が達者な多くのキャンパーさんの動画があってですね、ほんと巧みに食材を調理して美味しそうな料理をキャンプ地で食べてる動画たくさんありますよね。ほんと羨ましくてですね、あやかりたいですね。料理できる人本当に尊敬します。キャンプの時にバイクに積んでくる道具を少なくしたい、また食材も少なくしたいっていうこともあって、湯煎っていうのはなかなかカブじいさん的には理にかなってます。で、一応へりくつでこじつけを言っておきます。この一政さんのおでんセットをなんで選んだかっていうとですね、まあ美味しいという評判があるということもさることながらですね、なんと近くのスーパーで期限間近の商品ということで、2つで1個分の値段で売ってたって、ただそれだけです。はい、おでんにおにぎり、そしておつゆも全部飲み干して、とっても美味しかったです。100均で売ってるアルミホイルにくるまれてないタイプの安い固形燃料は、このように使用後にですね、ストーブの下に燃えかすがへばりつきます。これをパキパキパキッとね、剥がすのがまた楽しかったりします。ルーチンですね。はい、お気に入りのフォルダーカップでドリップコーヒーを飲もうと思います。カブじいさん毎回インスタントコーヒーの方が手軽で味も香りもドリップより勝ってるってすごい力説してますけど、今回改めてドリップコーヒーに挑戦してみようと思います。ドリップは最初の蒸らしのプロセスが大事だと思うんですが、はい、この通りドボドボにお湯をこぼしまくりました。ダメですね、カブじいさん。10秒ほどの蒸らしを終えて、これからゆっくりとお湯を注いでいきます。まあ、2回に分けてちょっとずつ入れるといいってよく言われてますよね。そのように一応じいさんなりに慎重にやってます。この時は偶然か何か分かんないんですけれども、
お湯の蒸らしポーテをしくじった割にはいい香りがしました、うん、そしてとっても美味しかったんですよね。やっぱりドリップっていうのは奥が深くてですね、まあ、その時の環境や気分にもよると思いますね。難しい。うまい。うん。美味しい。コーヒータイムといえば、一緒に食べるデザートも大事ですよね。じいさんは辛いものも好きですけど、甘いものも大好きです。このブルボンのミルフィーユショコラっていうのがですね、とっても美味しいんですよね。ブルボンのいろいろなお菓子ですね、本当美味しいと思います。キャンプ行くときはですね、このブルボンの何かしらのお菓子、必ず持っていくようにしてますね。また今後もいろいろなブルボンのお菓子紹介しようと思います。ドリップコーヒーを味わった直後にですね、インスタントコーヒーとの味の比較をしようと思いましてですね、間髪入れずにインスタントコーヒー入れてみました。とにかくこのインスタントコーヒーの良さは、粉入れてお湯入れて溶くだけ。この簡単さにつきますね。最高です。この時すぐ比較して分かったんですけれども、インスタントコーヒーの味と香りっていうのは独特な世界があるんですね。昼飯にコーヒー、デザートが終わってタープの中でまったりしているところです。この日は3月中旬なんですけれども、気温が20度を超えてまして、爽やかな風もあってですね、とっても気持ちが良かったです。ちょっとここで横になることにしました。4面ピラミッド張りの中から外を見たところですね、後ろ側もですね、この枯れ枝でですね、裾を持ち上げて風がスースーね入るようにして本当に気持ちよかったです。でこの後ですね、カブじいさん実は爆睡してしまいました。気がついたら夕方になってたんですよね。はい、ここから話がちょっとややこしいんですけれども、夕方に目が覚めました。で、もともとデイキャンプの予定だったんですけれども、あまりの気持ちよさに今日はもうタープ泊をしようっていう決心をしました。でも寝るための道具や焚き火道具、夜の飯の準備をしてませんでしたので、一旦家に戻って道具を揃えて夕飯のための仕込みをちょっとしてもらって、これからまた先ほどの野原に戻っている最中です。急遽の予定変更ですね。先ほどの野原には昼間張ったタープをそのまま残してきてますんで、なんとなく心配になりながら今その野原へ戻ってる最中です。どんどん暗くなってきます。普通デイキャンプの予定を泊まりのキャンプに変えるっていうのはあんまりないケースだと思うんですよね。で突然の予定変更ですし、時間がない中でバタバタ準備しましたので、まあおそらく何かしら忘れ物あるだろうなと、そんなことを思いながら先ほどの野原へ戻っているところです。まあこの時はですね、風がない、気温も穏やか、虫もいない3月の中旬、もう何かも最高の状況だぞということで泊まりに決めました。この続きはまた次回お届けいたします。この動画少しでも良かったなと思いましたら、チャンネル登録といいねどうぞよろしく。